志摩半島の地形図。志摩半島は、三重県の中東部に位置する半島。北側は伊勢湾、東側は遠州灘、南側は熊野灘に面している。渡来郡、伊勢市、鳥羽市、志摩市を含み、大部分が伊勢志摩国立公園に指定されている。このうち、志摩市の大王町から志摩町にかけて、英虞湾を囲む部分を、先志摩半島と呼ぶ。志摩半島の地形は、北から南へ、伊勢平野南端、浅間山地、先島台地に大別できる。伊勢平野と浅間山地は、中央構造線を境とし、浅間山地と先島台地は、鳥羽市、国東町から、志摩市浜島町を結ぶかつての海岸線を境とする。先島台地は隆起海食台地としては、日本最大であるが、海抜30から50メートル程度の台地面は、水利が悪いため、主に畑作に利用される。志摩半島は小さな島、岬、入江の大入安式海岸が発達した地形で有名である。これは、隆起した台地が河川の浸食によって削られて谷を作り、海に沈降したことで形成されたものである。英虞湾側の沿岸部では、水産業が盛んで、伊勢湾から答志島にかけては、海苔、答志島から的屋湾にかけて、牡蠣、英虞湾では、真珠やアオサの養殖が行われる。志摩半島に含まれる区域のうち、地域の通称島として、半島と呼ばれているところがある。志摩半島可否。ありがとうございます。